皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。以前の動画、モンキーのインプレッションの動画で、ヒコマを走った動画は別途アップしますって言ったんですけど、よくよく考えてみるとアップしても特に見せどころねえなと思ったんですけどね。でも約束は約束ですから、まあのんびり走ってるところをお届けしたいと思います。はい。とはいえですね、観光名所に行くわけでもないので、ただただダラダラ走ってるだけの動画になりますが、よろしければ、見てください。はい。で、以前同様、慣らし運転ですからぶっ飛ばしたりはしません。この道路は速度制限50キロですから、50キロ以内で走るように心がけます。あ、ちょっとね、後ろからね、ちょっとケツつかれると焦ったりとかして、ちょっとオーバーするときあります。ただ50キロ目安に、走っていこうと頑張っておりますから、必死に50キロに合わせてる、ね、図を見て皆さん笑ってください。とはいえ、車の流れがあるときはね、それに合わせるのは一番安全な走り方だとは思ってます。かたくなにね、自分は速度制限守るって言って一人だけ外れた感じで走ってると、逆にその方が危ないような気もしますよね。まあ、この動画を見ている皆さんは、どうせお前50キロって書いてあっても、普段は撮影とかしてない時は80キロとかね、70キロとか出してんだろうっていう思う方いらっしゃると思うんですけど、まあご想像にお任せします。で、話は変わりまして、この日は青空でとってもいい天気、本当にね、バイクで走るには最高の日和でした。私はそのコーナーリングを攻めたりとか、起伏のあるところをスピード出して走ったりとかいう感じの走り方はあまりしないので、ただただ平坦なね、何もない道を、信号のない何もないところをね、のんびり走ってるのが好きです。いや、もともとアメリカン乗りですから、そんなもんですよ。そういえば自分がアメリカン乗ってる時はね、今ほどサムズアップとか野営とかそんなに流行ってなかったような気がします。記憶上、いや、挨拶してもらえた記憶はないんですよね。今はすれ違う時にやってくださる方結構いらっしゃって嬉しいんですけど、なんせ私はまだ全然慣れてないから、片手外して挨拶するのがめちゃくちゃ怖いんですよ。それでも頑張ってしますけど、最悪はもうお辞儀するぐらいで勘弁してください。400のアメリカン乗ってた時は片手運転とか全然楽勝だったんですよ。もうなんなら立ち上がったり全然してましたし、バランスが良かったんですけど、このバイクはちょっと片手外すとグラッとくる時があるので、めちゃくちゃ怖いんですよね。まだ、まあ、これも多分慣れだとは思います。あれっていうか、野営なの、野営なの、どっちなんですかこれ。野営だとキャンプになっちゃいますかね。とすると野営なんですかね。よくわかんないね。ちなみに今調べてみたらね、野営という愛称がついたのは2003年頃のことで、それまでは単に挨拶とかハンドサイン、イエーイとかライダーピースなど、それぞれライダーピースなど呼ばれていたようだ。挨拶をすることで同じ乗り物に乗る人間としての仲間意識を共有したり、道中の安全を互いに祈願する意味、また地元のライダーから他県ナンバー車に乗るライダーに向けて挨拶をする場合には地元への歓迎の意味もあるらしいということですね。はい。今ね、バイク来るでしょ、このバイク。はい。このバイク今結構気になってます。スズキの V ストーム250ですね。あともう一種類 SX っていうのが出てるんですけど、かなり気になってます。まあ、気になっててもお金ないから買えないし、置き場所もないんですけどね。と、ここで嬉しい出来事がありました。同じモンキーライダーの方ですね。絵では映ってないんですけど、自分がね、まあ、余裕なかったんで頭だけクイッと下げたらね、向こうもうんうんってうなずいてました。ちなみにモンキー乗ってる方あんまり合わないんですよ。ですから遭遇した時はかなり嬉しいです。ファッションもかっこいい方だったので素敵だなと思いました。私はもう最近本当にね、ミリタリー寄りというかサバゲー寄りの服装を結構揃えちゃったので、で
他の服はね売っちゃったりとか処分しちゃったりしたから、ちょっとねバイク寄りの服は全然、まあ全然というほどでもないかな、なんとかそれっぽく作れれば作れるんですけど、あのデニム地のものとかね、ただミリタリー寄りのものが多いから、もうちょっと、まあ、バイカー寄りって言っちゃおかしいですけどね、ふさわしい服なんかあったらなと思っております。でちょっとここね、今道路がカーブが続いてるんですけど、ここでですね、以前言った、私がバイクをですね寝かせることができないんですよ、慣れてなくて。あの以前のアメリカンの乗り方っていうんですか、寝かせることが怖くてできなくて、ここですね、ここで膨らんじゃうんですよね。怖くて外側行っちゃって膨らんじゃうんですよ。でその時に先ほど出会ったモンキーの方も真後ろにいるんですよね。で、あ、こいつ危ねえなって思われたのかどうなのか、もう抜かれちゃいましたね。私は恥寄ったんですけどね、はい、あのこいつ運転危なっかしいなって思ったんでしょうね、先に行っちゃいました。で、彦摩のとある施設の駐車場で撮影して、でその帰り道なんですけど、ちょっとね前々から気になっていた場所があったんですよ。本当に結構前からね、ここどうなってんだろうって場所があって、とりあえずこの日ちょっと行ってみようってね、ほんと気分的なもので、はい、入ってみました。うっすらね見えたりはしてたんですけど、こういうの古いもの、昔ながらのものって結構ね好きなんですよね。でこれ入った途端にね空気感が変わりました。この空間だけなんて言うんですかね、なんて言うんだろう、昔のままというか時代に取り残されてるって悪い言い方じゃないんですよ、そんな空気感がありました。ちょっとバイクここまで乗り入れていいのかどうかって思ったんですけど、しっかりタイヤ痕がついてるので、あ、大丈夫かなと思って一応バイクで入ってみました。こういうね昔から変わらずそこにあるものって大事だと思ってます。ちっちゃい頃に見たものがそのまんま大人になっても何も変わらずそこにあるっていうね、そういうの結構好きなんです。場所によってはね、本当に贅の限りを尽くした、きらびやかな装飾にあふれた神社や寺があるんですけど、それよりもね、こういった場所の方が、自分自身にはね、心に染み渡る感じがします。これもせっかくの出会いということで、55円。55円奉納させていただきました。そして、せっかく2本あるんだから、それ2本鳴らすでしょうということで、2本鳴らしたアホなおっさんです。そして振り返ると満ち溢れる光に包まれるようにモンキーがそこにいる。周りの風景を見てみると、なんか私はですね、ここに夏祭りがありそうな、そんなイメージが湧くんですよ。屋台が周りにぐわーっと並んでいて、すごく賑わってるような、そんな景色が目に浮かぶんですよね。強いて言うなれば、あそこにシャッターのある建物を建ててほしくなかったかなっていう感じはします。なんか、あれがね、ちょっと雰囲気壊してるかなっていう感じが、まあ、しょうがないんですけどね。そしてこの悠久の時を旅してきたであろうブランコ、鉄棒、シーソー、この草と木漏れ日、このシチュエーションもいいですよね。寂しげに佇んでいるこの遊具を見るとな、ちょっと切なくなりますよね。誰も使ってくれてないのかなっていう、でもずっと誰かを待ってるのかもしれません。ちっちゃい頃遊んだあの遊具が新しくならないまま古いまままだここにあったんだっていうね、帰ってきた時の安心感ってありますよね。
なんか若干タイムリープしたような、異世界転生したような、そんな気分になっちゃいましたけど、早く現実に戻ろうと思います。それではまた来たいですね、こういう静かな場所。実を言うと本当はですね、お寺とか神社とか行く人間ではないんです。私お参りとかもほとんどしませんし、うん、でこれこの日をねきっかけにね、今日もうこの動画を編集する前はまあ、ここだけの話、佐野の唐沢山というね、比較的近所です。もうほとんどね、片道30分もかかんないような場所に行ってきました。結構ね、行きも帰りもね、すんごい道路で、うん、死ぬかと思った。まあ、それは後日動画としてお届けしたいと思います。はい。本日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっと短い時間でしたけど、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。